Hello guys, welcome to episode 49 of Xenoblade Chronicles 2. Just walking around checking out the Saoris Plaza. So what's up with these boys? What's up, you nasty little man? Oh, your vowel. Oh. That's cool. Damn. It's gonna... Great creation, Cloister. What's up, Armalia? Oh yeah. Yeah, we'll take a nice little rest. Hey. How does her little thing stay afloat? Kind of weird. Hey, Homura. Adele, what kind of person was she? Hikari-chan, do you call her? Yeah, it's okay. I just wanted to know. Beautiful person. Beautiful?私は眠りにつくまでのほんのわずかの間しかいられなかったけど、ひかりちゃんの記憶には誰よりも純粋で勇気があって強くて素敵な大人の男性って。大人の男性か。あとレックスにすごくよく似てるって。そうか、似てるのか。また余計なことをって怒られちゃいますね。ホームラン。私もそう思います。Do you see the gradient on her head? どうした？大人の色気に脳札でもされたか？いや、なんでここに。早起きなんだよ、私は。ほーん、そういうことか。ホムラとヒカリに言いつけちゃうぞ。そんなんじゃないよ。ただ。ただ、なんだよ。なんか、悲しそうだなって。And she just doesn't hear any of this?レックス様、ミア様、謁見まではまだ間がありますよ。ちょっと早く起きちゃったからさ。そうでしたか。それにしてもこの壁画、すごい迫力だな。アルストの創世物語。はるか昔、この国ができたばかりの頃に描かれたものだそうです。さっきからずっと壁画を見てたけど。ないんです。ないって何が？思い出。私はこの壁画が描かれた頃からこの世界に存在していたはずなのに、その頃の記憶がないんです。ブレイドだからね。誰といたのか、何をしていたのか、私はそれを知りたい。光も長生きだから、もしかしたら君のことを知っているかもしれないな。光様は私のことをかすみと。もしかしたら私は光様とどこかで出会っている。おう、トーナタイム、トーナタイム。壁画が終わったら聞いてみようか。本当ですか？ありがとう、レックス様。いや、いいって。助けてもらったしさ。なーに赤くなってんだよ。言いつけるぞ、マジで。本当にそんなんじゃないって。どうだか。悩んでるとお肌に良くないわよ。ブレイドとドライバーは一心同体。
Brigid. 私にそう言ったのはもう一人のあなたなんだけど。ひかりちゃんが？もっとも500年も前の話だから忘れちゃったかな。あ、言った。確かに言った。言ったのね。でもどうしてそんな昔のことを。どうしてそんな昔のことを覚えてるんだって顔をしてるわね。これは私の日記帳みたいなものね。私が何者だったのか、後の私がそれを知る唯一。Read it, read it, read it, read it. I wanna read it, I wanna read it. コアに戻り同調されたブレイドはそれ以前の記憶を失う。ブレイドの寿命は永遠。でも、子としていられる時間は人のそれよりはるかに短い。私のようにその時間を以前の自分を書き留めておこうとするブレイドは少なくない。無意味なことだと分かっていてもね。コアに戻った時点でその所在は露呈する。せっかく書き留めた記録も記憶とともに失われてしまう。ジェン did the same thing. ジーン帝国の宝珠としてその所在が定まり、公式な記録も残る私は幸せなのかもしれない。家具土。あなたの本意がどこにあるのか、私には想像することしかできない。だけどね、レックスはあなたのドライバー。彼を認めるのなら、あなたのすべてを話しなさいな。Read it, read it, read it. それができないのなら、あなたは彼のブレイドでいるべきじゃない。私はレックスのことを大事に思うのならなおさらよ。真実を話せば拒絶されるかもしれない。それを恐れるのはわかる。でもね、真実を知らされないままそれを知った時のレックスの悲しみも考えてあげて。参ったな。何でも分かっちゃってるんですね。そりゃね、500年前からの公的手だし、同じブレイドだから。Damn, that's crazy, bro. All right, here we go. No shit. Another cutscene is coming up.No, cutscene.
Holy shit. Seika. Marubeni Seika.レックス様がお見えになりました。そうか。You mean thank you? Oh my god, they got a huge crowd. 君がレックスか。会いたかったよ。ほんと、いや、あなたがアケディアの。嘘。いかにも私がマルベーニだ。驚くのも無理はない。もっと老人を想像していたのだろう。そりゃコールさんのドライバーって言われれば。あ、すいません。砕けてもらって構わない。私は一宗派の代表に過ぎない。法王などという大層な名前もただの飾りだ。それに君とは同じ天の聖杯のドライバー、ある意味仲間とも言える。そう言ってもらえるとちょっとは楽かもです。印象が変わったな。もっと険しい感じだったと記憶しているが。そうだ、法皇様、これこれ、コールさんから預かったんです。法皇様の持ち物だって。返します。そうか、コールの。懐かしい名だな。コールさんから聞きました。法皇様が楽園への行き方を知ってるって。俺、楽園に行きたいんです。行って。この世界を何とかしたい。いや、何とかできるかどうかは行ってみなければわからないけど、伝説が本当なら、俺たちが生きていける場所、きっとあると思うんです。かつて私も君と同じ考えだった。同じ考えを持って世界中を登った。だが、私は楽園には行けなかった。神にも会えなかった。それはきっと私の中に業があったからだろう。レックス、君の思いは理解した。私も最大限助力しよう。本当に ありがとうございます。礼はいらないよ。それが私の役目なのだろう。そのために今まで生きてきたのだから。ついてはホムラです。私の名前はホムラ。ホムラと少し話をさせてもらえるとありがたい。何、ちょっとした思い出話をね。コールのじいさんの知り合いって話、本当だったんだね。世間は狭いもん。ホムラ、一人で大丈夫かな。法皇様だよ。取って食ったりしないだろ。さっき一瞬だけど感じたんだ。何を？レックス？まるであのメツと話をしてるみたいだった。気のせいだろ。メツのドライバーなんだから。その思い込みとか全然似てないですもん。そうじゃないんだ。本当に一瞬なんだけど、どっちが法皇様でどっちがメツかわからなくなったっていうか。ごめん、うまく言えないや。同調の際
ドライバーの影響を大きく受けるブレイドもおる。容姿じゃったり精神じゃったりとな。そのせいじゃと思うが、ホムラ様と同調したレックス様だからこそ感じ取れる。何 That doesn't make sense at all. How does that make sense?1500年前に描かれたものだ。雨風にさらされ、修復もされず、今なお当時の輝きを誇っている。とうに失われた技術だよ。歴史とともに人は進化するのか、それともむしろ退化するのか、君はどう思う？驚いたわ。まるで変わっていないんだもの。周りから不思議がられない。私はアーケディア人だ。それに聖杯と同調した。その影響だよ。そうかしら。なぜ今になって？ずっと誰一人行かせる気はなかったんでしょう。時の変節とともに人は変わる。答えになっていないわ。彼ならば神の声が聞こえる。この朽ちていく世界を救える。そう思ってはいけないのか？レックスがそうだと。君と同調したということはそういうことではないのか？All right. Yay, another cutscene for 10 minutes. I feel like the whole main story is just cutscenes. We literally just talked for like 10 minutes. What? Okay.I need some popcorn for this shit. I'm watching a movie, bro. I'm literally watching a movie out here. He's gonna get ambushed. He's so badass.したものだな。マンイーター技術の究極系。あがくな人間も。困らせてごめんね。What is he doing? So, わかりました。昨夜非公式にローデリヒ議員がアーケディアに入られたそうです。ご存知でした？いや。陛下からは何も聞かされていないが、うん、今自分何用でここに。ただの巡礼とも思えんが。テンペランティアでの発掘調査、あれの関係では。以前
陛下が懸念されていた件か。もしそうだとすれば、目的は法王朝への根回し。ローデリ姫。What is going on?Why is he doing this again?Travel? Nope. No fast traveling here. Name. I need like a snack to eat while I watch these cutscenes. Watch the numbers gonna go down.Wow. 2, 1, and now. 先ほど、スペルビアとインビディアの正常干渉域、非武装が約束されていたはずのテンペランティアで、戦闘が開始されたとの報を受けた。スペルビアが大型のアルス兵器を用意し、インビディアの駐屯地へと進軍しているようなのだ。バカな!今は両国の距離が最も接近する時期でもある。我々が機会を待っていたと申されますか。ありえません。陛下の聖断なくして戦闘行為などと確認する必要がありますね。ああそうだな。聖下急ぎ確認、事態の収拾に努めます。失礼を。お願いします。法王様、俺たちはメルフ特別執権官の助力をお願いしたい。構わないかな。断る理由はありません。私への気遣いも無用です。そう言ってもらえるとありがたい。急いでメルフを追いかけよう。Damn, that music is so good. Oh my god. The beat is just like so, like mysterious.More cutscenes. I feel like this is a game made around a movie. Like there's a movie, and then there's just gameplay around it. Because at this point, I'm pretty sure if you play fast enough, it's like 50% game, 50% cutscene if you play it fast enough. On God. It's 50-50, honestly.何者だ、あれを動かしたのは。体制は万全ではないのだ。今開戦すれば我らは。どういうことか、ローデリヒギン。特別執権官、なぜここに。テンペランティアでの発掘は陛下から中止が厳命されていたはず。それを聞こうは陛下の命を破り再開していたようだな。我らにアルス資源は少ない。それを陛下は分かっておられない。わしは国のために。貴公の心情などどうでもいい。
なぜインビディアに攻撃を仕掛けたのか聞いている。わしではない。わしは命令など下していない。わしとて元老院議員、海戦の聖断は陛下のものと心得ておる。ならば誰が。メレフ、なんだこの者たちは。無礼ではないか。天の聖杯のドライバー、今は私と行動を共にしている。天の聖杯の。ではこの少年が噂の。噂のってなんだよ。俺ってそんなに有名なの。あなたたちが引き倒した給水塔の修理費用、いくらかかったと思う。あまりいい噂ではなさそうじゃ。 More infamous。 メレフ、やっぱりあんたたちが関係しているのか。ああ、不本意ながらそのようだ。何が起きてるのか教えてくれ。Doesn't say anything. Oh, there we go. まずいですね。両国が全面戦争にでもなったら。今はまずい。今やれば我らは負ける。どの道やる気やったんやろ。自業自得や。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。スペルビアにその気はなかったのよね。そのコアクリスタルは。お前が天の。答えて。そうだ。光。スペルビアとインビディアが戦って得するものは誰。得するものって。まさか。神たちイーラか。可能性はありますもん。じゃがどうやって。やっぱりただの事故かもしれないもん。ご主人。それならその方がいいさ。頼む。メレフ特別執権官、気候の力でことを収めてくれ。今さらだなローデリッヒが。傍観するわけにもいかんか。カグツシ。はい。メレフ、今回の件、当国の問題だ。お前たちの力を借りるわけにはいかん。ドラの言うように、ただの事故ならね。でも、もしあいつらが関わってるなら、それは俺たちの問題でもあるんじゃない。だが、給水塔の修理代分くらいは働かせてよ。いいだろ。言うと思った。ボン、律儀やの。すまない。お前たちの力借りられるか。当たり前だろ。ええ、もちろん。私も行きます。ファン。Do I get to play it? テンプラティアで暴走をしているのはアルスを母体とした兵器なんですよね。私の能力はブレイドだけでなくアルスにも効果があります。きっと何かのお役に立てるはず。それに、それに、私が行かなくてはならない、そんな予感がするんです。ファンレノル、あなた。 Damn, that's crazy, bro. Alright, guys, I'm gonna... Let's go. Okay, we'll go in the next episode.